今日は俺が子供の頃にテレビでよく見ていた懐かしのヒーロー、落書きしてみましょう。まずはこやつ、ミイラ男。そんなことはない。これは一体なんで背負う、なんで背負うと言ってなんだろう。これは誰でもみんな知っている月光仮面のおじちゃんです。はい、次。次はちょっと上の部分が小さくなってピュッ、そしてなんかこういう風に細長い顔。またしてもサングラス、こんなんばっかり。白いかぶり物、サングラス、そんなんばっかりだけど、この人は下の素顔はちゃんと見える。そしてここから下に垂れているターバンというのか、なんていうのか、はい、こやつ、解決ハリマオ。はい、次。赤い帽子に黒マスクという歌があったから、あの頃はモノクロだから赤い帽子かなんかわからないんだけど、歌の通りだとすれば赤い帽子に黒いサングラスをしていた怪しい少年であったとさ。はい、これは何かと言えば幻探偵。どこがどこが幻探偵。そして、次が、どんなだったっけかな。ヘルメットしていたんだ。そして顔はちゃんと見えてるんだよね。そして顔はちゃんと見えてるんだよ。じゃあヘルメットしか特徴がないわけだよね。なんだかよくわからないんだけど、あ、そうだそうだ、これも月光仮面のようにここにこう月があったような気がする。これは何かっていうとマリオじゃなくて忍者部隊月光ということにしておこう。今日はここまで。また続きなんか思い出しながら書きましょう。それではバッハッハーイ。はい。